感覚ホールというマッシング室内にありますという感じで、まあ、昨年までは一般の方もご覧になっていただけるような状況ではなく、うん、関係者だけの、オープニングっていうのをやってたんですけど、しかもいろんな方にご覧になっていただいてね、なんかこの24回目になってさらに国際大会パワーアップそうですね、中井選手は昨年のツールドコマの時集団ゴールになる可能性もあるというところで勝っております。さあ、この会場のスタートフィニッシュエリア素晴らしい、まあ、ストップアンドゴーを嫌うじゃないですか。さあ、それではメンバーが決まりました。第24回ツールドコマの2024第1ステージ小山川清流周回コースが今スタートとなりました。さあ、加藤さん、いよいよ始まりました。始まりましたね。ここからの3日間のステージ、そのオープニングのレースとなる第1ステージ、さあ今回初の開催となります清流周回コース、実質的にはね、昨年もやる予定ではあったんですけれども開催ができなかったので、今回がもう初開催、はい、満を持して開催ということになりました。そうですね、した実績はもちろんありまして、そうですよ、ね、はい、小座川の皆さんもロードレースが開催されるっていうのは何度も経験なさった上でのこの国際大会というところではあるんですけどね。あ、今ちょうど避難チーム先頭付近に荒城雄大選手、そして36番の孫崎大輝選手という、このメンバーで戦った、うん、最強の布陣なんじゃないですか。でもそれだけ他チーム対優勝を狙ってきてるでしょうっていうのがバレバレの布陣なので、まあバレバレもクソもないですね。この大会はね、やっぱ避難チーム来るでしょうっていうのはね、全チームがもしかしたらこのアクチュアルスタートの瞬間映像が出るか出ないかみたいな話がちょっと ね今先頭小石優真選手だと思うんですけど、その後ろにまたこれは西尾選手かな、ちょっと見えなかった、まあ、愛知工業レーシングチームの選手が、まあ、このようにチェック入っていくという動きがあります。お、そして愛がちょうどなんていうか逃げが決まりやすくなってくる時間帯、今ちょうどそういう体です、はい、っていうのになってますね。あ、これ山本元気抜け出すインスペクションした審判さんにが追いかけておりますが、まだまだやっぱり、そしてマンセボ選手乗ってますね。ただということは逃げの中に入ろうとしてもそこで足は使わないためにもローテーションは混ざらない、はい、山本正樹も動いてるんですね。あ、そして後ろ練習団も加わっていきそうです。入りましたね。まあ、なんとか動かそうという動きもありますけれども、逃げはできない。タイムギャップを稼ぐと、それはそれで明日不利だなと、だから自分もその逆になりたいっていう、そういう意思の表れなんでしょうね。あるのはかなり難しいかな、逃げ。どうですか、最後の最後までこれでいっちゃいますね。買いますね、はい、ガンガン引くっていう感じじゃない。3名で行こうかという動きもあります。思って動くようなそういう区間でしたよね。で、まあ、我々がちょっと映像を見られてない区間なんかもおそらく激しい動きがあったんじゃないかなっていうのが予想されますよね、はい、チームごとに隊列を組んで動く、そういう走りをずっとしてましたね。で、そうじゃない区間、こういった広めの区間ではひたすらアタック合戦が続けられて、小刻みなアップダウンをこなす中、最終周回の、12キロの周回で、総合優勝争いする選手ばっかりの約30名ぐらいの、先頭集団が出来上がってしまったと、はい、この後ですよね、ちょうど今マトリックスが引いてますけど、はい、このすぐ後ぐらいにこの大きな集団が2つ、この時点でアタックしていきました。そこに反応していきます。愛三工業レーシングチーム石上正樹色のこのタイのコンチネンタルチームルージャイインスランスのゼッケン12番のカーターベトルス、ここで集団から上がってきました。来ましたね、はい、トレンガヌサイクリングチーム、あ、つながった。アジアナンバーワンのチームになります。これカーターベトルスなんですが、下がりまして、続きましてはトレンガヌサイクリングチームが2名上がってきています。
ーコースだ。さあここから行く。さあどうだ。さあいよいよ最終盤になります。まさき早掛けしましたね。山本まさきか、どうだ。さあ右から来るか。さあかなり横一線、どうだ。おっと、これはキャッシュパークップ手を挙げましたね。そうですね、大戦となりまして、山本まさき選手との。そして4着にはゼッケン3番のトレンガヌサイクリングチームグドゥッス・メルハウィ・ゲブレメディン選手、そして5着にはゼッケン72番のダニエル・グルド、こちらがレバンテ富士静岡、そして6着にはドリュー・モレ・キナンレーシングチームとなります。さあ残すころアロでスプリント体制、まずは山本まさき選手が動いていきます。さあ残りあと250メートルぐらいからスプリントを仕掛けてきました山本まさきなんですが、ここにいまして大混戦のままスプリント争いになります。そしていやー、やりましたね。やはりこれはキャッチパークップのジョン・カーターということになりましたね。でマイナス10秒6秒4秒が第1ステージ第3ステージのフィニッシュにおいて与えられるというものになっておりますね。さん方です。プレゼンターの皆さんよろしくお願いします。どうぞ前まで進んでください。温かい拍手を。チップスプレゼンターです。